マジかよ、スーパーベビーがちびまる子ちゃんランドで消えちゃいましたよ。どうもシュンス TV です。過去の動画見てくれた人わかると思うんですけども、アンティークショップにまる子ちゃんやたまちゃん、そして花輪くん、長沢くん、藤木くんが捕まってしまいました。もうみんな縛られて助けられない状態なので、今から私はみんなを救うべくちびまる子ちゃんたちが住んでる町に行きたいと思います。シュンさん、シュンさん、ステンチーがなんか呼んでますけども、よろしくお願いします。どうしたのステンチー、一体なんで今私のことを呼んだんですか。ちょっとポリスステンチーごめんなさいね。ステンチーたちどうしたの。シュンさん、マルコちゃんたちが住んでるとこってどこ。ああ、マルコちゃんたちが住んでるのはね、あの静岡県清水市みたいだよ。そうなんだ、シュンさんがいない間僕たち襲われたらどうしよう、怖いよ。わー、いや全然そんな怖がることない。ああそうだ、ステンチー3人みんなも一緒に行こうよ、ちびまる子ちゃんたちが住んでる町に。大丈夫かな、僕たち襲われないかな。わー、大丈夫ですよステンチー。ああそうだ、ステンチーたちはとっても臆病なので、勇敢なスーパーベビーも一緒に連れて行きましょうよ。ということでですね、皆さん、このステンチー3体とそしてスーパーベビーと私で今からちびまる子ちゃんがいる静岡県清水市に行きたいと思いますので、ではみんなで今から早速行きましょう。生きて帰ってこれるかな。はい、到着しました。静岡県静岡市の、清水区でございますね。昔はここはね、あの清水市だったみたいなんですけども、そしてここにですね、じゃじゃーん、見えますでしょうか、こちら、ここにあのちびまる子ちゃんランドがあるということで、ステンチーたちとそしてスーパーベビーと来ました。楽しもうね。僕たちは怖いよ、早くお家帰りたいよ。ステンチーの怖がりもなくなればいいんですけどね。ということで早速ちびまる子ちゃんランドの中に入っていきたいと思います。はい、このね、なんか大きなショッピングモールみたいなところの中にちびまる子ちゃんランドがあるみたいなんですけども、すごい、入っていきなりもう入り口にこうやって、ようこそちびまる子ちゃんランドへ、ね、3階みたいですのでエレベーターで行きましょうかね。ちなみに入り口でね、早速まる子ちゃんのフォトスポットがあったので、スーパーベビーと一緒に撮ります。はい、なんとなんとここが3階ですね。ちびまる子ちゃんランドへようこそって大きくね、たまちゃんとまるちゃんが笑顔で手を振ってくれていますね。いやすごい、なんか静岡県に来たって感じがしますけども、どこだどこだ、なんかゲームコーナーとかがいっぱいありますけども、ちびまる子ちゃんランドはこっちか、こっちだ、ちびまる子ちゃんランド、なんかありますね。お、入場券を買うところとかもありますね。うん、こっちで間違いないでしょう。早速進んでいきましょう。スーパーベビー、ほら、チケット買ったよ。パスポートって書いてある。よし、じゃあちびまる子ちゃんランド早速行こうよ。あ、待って、スーパーベビー、そっちは出口だよ、出口。ダメ、スーパーベビー、そっちじゃないよ。あ、違っちゃった。こっちじゃなかったか。スーパーベビー、ほら、ちびまる子ちゃんランドだよ。早速もうちびまる子ちゃんとたまちゃんがいるけども楽しみだね。いや、とってもすごいね、周り全部ちびまる子ちゃんだよ、僕暴れたいな。そうなんです、もうね、あたり一面がちびまる子ちゃんだらけでですね、そしてあの中の撮影とかもいろいろできるそうなので、いろいろ見ていきたいと思います。スーパーベビー、迷子にならないようにね。なるわけないじゃんよ、僕はおとなしい女の子だよ。すごいすごい、中に入っていきなりまる子ちゃんの家族のプロフィールがいろいろ書いてありますね。すごいすごい、なんかどん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 ね、ちびまる子ちゃんのことを知ることができますね。まる子ちゃんとたまちゃんがいて、そしておー、まる子ちゃんのこれ今っていうんですかね、お父さんがビール飲んでて、お母さんがなんか家計がなんか困ってんのかな、大丈夫かな。僕たちも僕たちも怖くて困るよ。うわー、ステンチーは困んなくても大丈夫でしょう。お母さんすごいな、リビングで、そしてここがね、お父さんが枝豆とビールで、すごいテレビ見てますけども、そしてこちらが、おお、まる子ちゃんがおばあちゃんに何か、これはお願い事してるみたいですね。すごいすごいすごい。お、これはまる子ちゃんとお姉ちゃんの部屋じゃないですか。なんかまる子ちゃんの部分だけ散らかってて、すごいリアルに再現されてますね。ランドセルとかもあって、まる子ちゃんのお姉ちゃんがまる子ちゃんに怒ってるかのような感じでございますけども、そしてこっちがですね、まる子ちゃんの教室ですね。いやすっ
げえ、うわ、まる子ちゃんのクラスメイトの、これもまたプロフィールがいろいろ書いてありますね。ちゃんとしっかりと全員分ですよ、全員分。いや、こんなにいっぱいいたんだ、知らなかった。まる子ちゃんのキャラクターのこといろいろ知れますね。そしてここが下駄箱、開けてみましょうかね。おお、大野くんって書いてありますし、こっちが、お、杉山くん、わ、すげえ、全員分のこれ上履きがリアルに再現されてますよ。汚れ具合とかもなんか使った感じとかしっかりと再現されてますね。いや、すげえすげえ。いざ教室ですけども、おー、まる子ちゃんが普段勉強してるこれ教室で、戸川先生もいて、クラスメートの仲間たちもいて、とっても楽しいですね。いや、ステンチーたち、ここがちびまる子ちゃんの普段勉強しているクラスみたいだよ。下駄箱とかもあってとっても楽しいね。ちょっと待って、シュンさん、スーパーベビーは？スーパーベビーどこ行っちゃったの？本当だ、やばい、しまった、すいません、スーパーベビーをちょっと目離した隙にいなくなっちゃいました。やばいです、やばいです。ちょっとスーパーベビーを探したいと思います。いやー、ミスった、ミスった。スーパーベビー、さっきまでこのベビーカーのところにいたんですけども、ちょっと目を離した隙にすぐいなくなるんだから、ちょこ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 と。でも目を離した私が悪いですよね。ごめんね、スーパーベビー、どこだどこだ、どこにいるんだ。スーパーベビーはちょっと出てきて、スーパーベビー、おー、あー、どこだどこだ、結構広いからな、この廊下、来た道は戻ってない気がするんだけどな。戻ってたらなんか私気づいてた気がするんですけども、多分こっちだ、この教室だ、教室のどこかに隠れてる。あ、わかった、この教卓の下ですよ、ここに。あ、いない、マジかよ。やばい、どこ探してもいないですよ、ステンチーたち。もしかしたらスーパーベビーは神隠しにあっちゃったのかもしれません。神隠し？神隠しって何なの？神隠しというのは、子供が突然姿形を消してしまうことです。スーパーベビー、これは絶対に神隠しですよ。だから怖いって言ったんだよ。僕たち無理だ、無理だよ。わーわーわー。ちょっとステンチたち、落ち着いて落ち着いてね。まだ神隠しかどうかわからないですけども、スーパーベビーを必死に探しましょう。いや、先に進みましょう。もしかしたらスーパーベビー先に行っちゃったのかもしれませんからね。ここはまる子ちゃんたちの公園みたいですね。この公園のどこかにスーパーベビーいるのかな。ああ、ここ怪しいな。なんか秘密基地って書いてあるぞ。この中か、この中にスーパーベビー行っちゃったんじゃないかな。あれ、いなさそうですね。しかもちょっと大人が入るには小さすぎるので、ちょっとこれ私入れないですね。スーパーベビーはちょうど入れそうな大きさですけども、ここは山田くんしかいませんね。いやー、スーパーベビー本当に出てきてくれ、心配だよ心配だよ。ちょっとさ、何探してんの？スーパーベビー、どこにいたの？スーパーベビー探したんだよ。いや、ちょっとさ、ごめんなさい、楽しくてさ、ついちょこちょこ行っちゃってんだ。そうだったんだ、スーパーベビーもびっくりしたよ。神隠しにあっちゃったかと思ったよ。神隠し？それなんか神様みたいなやつ？ここ神社なのかな？本当だ、神社だねって。スーパーベビー本当にびっくりして焦ったよ。いや、ごめんなさいって、もうはぐれないようにするよ。いやー、スーパーベビー本当もどっかいなくなったりしないでよ、怖いな。僕はまたいなくなってもさ、神様にさ、いて、危ない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 、大丈夫、大丈夫だよ、この神様に助けてもらうからさ、神様神様ってさ。でも結果的にスーパーベビーが見つかって本当に良かったです。ちょっとシュンさん、さ、この先の道も進んでみようよ。ちなみにこの先に進むと、ちびまる子ちゃんの夢の中がテーマなんですかね。とっても神秘的な場所があったり、そして富士山のプロジェクションマッピングや、ちびまる子ちゃんの乗り物など様々なものがありました。さらにちびまる子ちゃんが実際に登場して踊るポンポコリンに合わせて楽しいダンスを披露してくれました。写真も一緒に撮れてとっても楽しかったです。はい、ということでですね、ちびまる子ちゃんランド、スーパーベビーもとっても楽しそうでございました。そしてちびまる子ちゃんのことをいろいろ学ぶことができました。スーパーベビーが迷子になったのはびっくりしたけど、見つかってよかったね。そうだね、本当にスーパーベビーが消えちゃった時はびっくりしましたけども、でも最終的に見つかって本当に良かったですね。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。まだみんな、ママ、いやー、こんにちは。
何をしているのかね。ちびまる子ちゃんランドに行っても無駄に決まってるだろ。ああ、それにスーパーベビーが迷子になったのは私がやってやった。ロッツォさん、何度でも洗脳しても洗脳解かれてばっかじゃん。諦めたらどうですか。何を言っているのかね。シュンズ TV がおもちゃを捨てれば私はもう何もしないんだがな。ロッツォ、スーパーベビー強いですよ。目のビームとか飛ばせますよ。ああ、確かにスーパースーツを着たスーパーベビーは強い。だが、スーツを着てないスーパーベビーは普通の赤ちゃんだ。私の方が強いぞ。ああ、そうそう。シュンズ TV を応援したい奴はチャンネル登録をした方がいい。ただし、私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあ、どうかね。信じて